こんにちは。日本のマスコミではあまり報道されていないだけど知っておくべき世界のニュースを分かりやすく解説するコーナーニュース部です。お世界の経済や株価や FX に影響を与えそうなニュース、また世界の平和を脅かすようなニュースの表話とたまに裏話もお届けします。はい、今回はちょっと取り上げておくべき細かいけど重要なニュースをお届けいたします。はい、ではですね、本題の入る前に一つだけお知らせがあります。神尾寮公式メルマガはですね、今までマグマグ参加したんですけども、なかなかね言いたいこと言えなくなって、書きたいこと書けなくなって怒られるようになったので、自由に発言できる配信スタンドに変えました。なのでね、既に登録していただいた方も再登録していただく必要がありますので、リンクの動画概要欄に貼ってます。ぜひよろしくお願いいたします。もちろん新規の方もお願いいたします。お願いします。雇用がロボットに奪われる。はい、おこれね、今までも、うん、言われてたことじゃないですか。あ、そうですね、はい、もう AI に奪われる、うん、ロボットに奪われるって言ってたじゃないですか、はい、うん、これ言い出したのが今回は世界経済フォーラム、あのダボス会議じゃないですか。ダボス会議が言い出したってことです。スイスじゃないですか。つまりそうなるっていうか、そうするよってことなんですよね、うんうん、世界経済フォーラムはもう各国のトップや貴族や金持ちやいろんなそういう政治家王族が集まる、うん、まあ、言うたらちょっとした秘密会議です。毎年参加してる。してない。したことはない。してみたい。です、うん、でとこれがですね、新コロナの拡大の影響もあって、大企業、中規模企業で今後5年間で8500万人分の雇用がロボットに奪われると言ってるんです。おお、めちゃくちゃすごい数字ですね。そうですね、うん、感染拡大で職場の改革が加速して格差が拡大すると、うん、はい、所得格差でしょうね、拡大するって言われてます、うん、でこれは世界の約300社の企業に、対象に調査を実施したというふうに言われてますね。でですね、一方を、うん、ケアエコノミー、ケアエコノミー、あの介護とか、あ、はい、ケアエコノミーとか人工知能などのハイテク産業ね、うん、コンテンツ制作部門では9700万人以上の雇用が創出される見通しだということですよ。あ、増えるってこと、うん、おお、あ、ロボットに奪われるけど増えるとこもあるんだっていうことで、ちょっとへえって、なんかダボス会議が言うからにはもっとひどいこと言うんかなと思ったらちょっとケアエコノミー、もちろん介護もそうですし、 AI もそうですし、コンテンツ産業もそうですけど、結構まだ全然違った職業ですからね。うん、そうですね、機能また違う機能がいりますからね。で一応ね、うん、このダボス会議が提言してる人間が比較的優位を維持すると見られる業務、ほう、ちょっと知りたいですか、うん、ロボットに負けないってこと、ロボットに負けないってこと、比較的優位ですけど、はい、うん、まず一つは経営、ほう、そりゃそうやろって思った、うん、経営なんか AI の方が良さそうやけどな。ああ、そうかもしれないな、うんうん、あと助言、助言アドバイス、 AI の方が良さそうやけど意思決定、絶対 AI の場合論理的思考、絶対 AI の場合意思疎通、絶対 AI の場合意思疎通よ相互交流など、絶対 AI の場合というふうに言われてますよ、うん、ダボス会議が言うにはですけれども、うん、だからそこら辺伸ばしていくのがいいんじゃないっていうふうに言ってますわ。もう僕はほんまに AI が全部の職業を奪っていても、最後まで多分奪われない職業っていくつかまあ当然考えられますけど、うん、一つはね、宗教とかじゃないですか、はい、だから僕は将来お坊さんになろうかなと思います。あ、なるほど、神お経え、金髪お教えてな、あー違う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 、次です。はい、学生ホームレス増加。はい、お、これ2019年の話なんですけれども、うん、カリフォルニア州で学生のホームレスの数が 26.9 千万人を超えたと26.9 千万人じゃないですか、すいません、ね、もうちょっとバイデンさんの悪口言わないでください待ってくれ待ってくれ、使うからな、使わへん、ここめっちゃ使うからな、ダメダメ、もう放送禁止用語いっぱい言って使われへんようにするぞそこだけカットしたいから2019年のカリフォルニア州でですね、うん、1年前のことなんですけどね、これね、うん、なかったことにしてるお前や1年前のことなんですけどね、うん、学生ホームレスの数が26万9000人を超えて、うん、で
2020年になってコロナウイルスの影響でさらに増加してるだろうというふうに、言われています。はい、うん、UCLA っていうところが調査して報告してるみたいなんですけどね、うん、でホームレスの内訳がラテン系の学生が 70% で、はい、黒人系が 9% あ、はいはいはい、ということですね。だからほとんどは有色人種の方がホームレスになっていると、うん、で前からホームレスの問題、学生のホームレスの問題って問題になってたんですけれども、はい、指摘されてたんですけれども、まさか30万人ぐらいを超えそうな風になってるっていうことです。なるほど。ホームレスで当たり前になってるってこと。どう？学生でホームレスなんですか？ゆいちゃんよりちょっと若いぐらいの学生の子たちが大学行きながらホームレスな。いや、考えれないでしょう。でも30万人もそうなの。なんでなんですか？とね、うん、カリフォルニアが家賃高すぎると。ああ、なるほど。うん、だから住めないっていうことになってるらしいんです ね。その IT 企業とかが、うんうん、どんどん中心部のですね、家賃とか地価が上がっていってしまって、バブルで、うん、でちょっとしたところに住むにもね、例えばね、うん、寝室が一つでバスルームが一つの賃貸物件、うんうん、アメリカではちっちゃいとこですよね。まあありえないはちっちゃいですよね、うん、そこでですね、月2500ドルするらしいです。27万円ぐらい、はいはいはい、住まれへん住まれへんっていう、うん、仕送りでも無理ですもんね、うんうん、っていうことになってるみたいですね。これ経済が悪くなってるからホームレスが増えてるっていうことじゃない側面もありますけれども、家賃が高すぎるっていう側面もありますけれども、はい、まあ、こういうね、なんか格差みたいなものも是正されていくべきですよね、うんうん、で次です。中国人民元の柔軟性を改善。はい、ほう、中国中央銀行総裁の李鴻さんですね。ほう、中国は人民元通貨の柔軟性を改善して、うん、人民元の国境を越えた使用の制限を緩和することを目指すと。ほう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 、今までって人民元って基本的に中国国内のものやったじゃないですか、うん、はい、それを今からですね、デジタル人民元ができてくるので、うん、中国の人民元経済圏を拡大するっていうことを言ってるわけです、これ。なるほど。うん、で、なおかつそれおそらくアメリカに対抗しようと、うん、アメリカってドル経済圏でものすごく広がってるじゃないですか、はい、そこに人民元経済圏をこう、うん、規制を緩和することでこうみんなで使えるようにしていこうというはいはい、はい、ようなことですね。中国の周りのアジアの国とかは元を使い出すとことかは多くなると思いますね。うん、今でもカンボジアとかいろんなところでドル上げた方が喜ぶじゃないですか。中東でもそうですよ、うんうん、ドルの方が嬉しいっていうふうに、まあそうですね、うん、それが元で取引ができるっていうふうになっていくのかもしれないということですね、うん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 、でアメリカとしてはですね、やっぱり親中国家っていうのはそういう元とか使ってほしくないから、うん、締め付けとか厳しくなっていくのかなと、あ、イランとかね、はい、うん、いうふうに考えられます。これも今後の世の中をちょっと方向づける出来事かなと思いまして取り入れさせていただきました、うん、中国食糧難やばそう。はい、中国政府はですね、来年数百万トンのトウモロコシの追加輸入を行うことを今検討していると業界関係者がまあ言いました、うん、これ実現すればですね、中国は世界最大のトウモロコシ輸入国になります。うん、でおそらくですけれどもトウモロコシの価格も値上がりするじゃないかというふうに言われてますね。うん、だから中国の食糧難バッタとか、うん、まあ、洪水だとかいろいろ言われてましたけれども、まあ、本物だと、はい、おそらく本物だというふうに言われてます、うん、なんでこれからですね、トウモロコシだけじゃなくていろんなものの価格が中国が買い占めることによってですね上がっていくかもしれない、うんうん、日本のものでも日本人の口に入るまでに流通の途中でですね中国は全部持っていくかもしれない。あ、ありますね、全部取っていきます、取っていくかもしれないですね、うん、価格が上がるとかのほほんとした、のほほんとしたというか、まあそういう話じゃなくてですね、僕らのないやん、米ないやんという話になるかもしれないんでね、うん、うん、なんかそこら辺もちょっと考えておいた方がいいかなというふうに思うので、このニュースも取り上げさせていただきました。はいはい、なんかね、中国が食糧なんて聞いても他の国の出来事で思いますけど、間違いなく日本が一番ダメージ食らいます、ね、うん、そうですね、うん、うん、
イギリス NEC と 5G で協業。はい。おお。来ましたよ。やっと来ましたよ。やっと日本の企業の名前出てきましたね。もうこのカミオ TV 始まってからも個人的にソニー言うだけで日本の企業の話はほとんどしないですけれども、やっと出てきた NEC、はい、でですね、やっぱりファーウェイを排除するっていうことをイギリス決めましたんで、うん、それでですね、他の会社どうっていうふうになってるんですけれども、はいはい、そこで NEC が出てきたと協業するって、うん、その 5G のインフラ整備でね、はい、うん、NEC としてはもう絶好の商機になるかもしれないってことですね、うん、サムスンを倒したのかもしれないってことね、かもしれないってことですね、うん、で日英経済連携協定 EPA っていうのの署名も関係してるんじゃないかというふうに言われてます、うん、そしてイギリスとしてはですね、アメリカの要請に応じた形で2027年までに、うん、今ファーウェイ入れてるんですけれども、うん、それを他社機器に乗り換える必要があるわけです、うん、で上がってきているのが、まあ、NEC が一社なんですけれども、うん、世界の基地局市場はですね、ファーウェイ、はい、まず中国ですよね、でスウェーデンエリクソン、おフィンランドノキア、はい、この3社で8割方取ってるらしいです。へ、ここに NEC がどう戦っていけるのかということです。頑張れ NEC ということで、うん、はい、やっと日本経済に明るい話題が出てきました、ね、ちょっとね、うん、うん、頑張ってください。なんでスウェーデンとフィンランド、北欧の国、こんな通信強いんですか？強いんですか？聞いてんねんけど強いんですか？気になるだろう、ね、ノキア、うんうん、誰が作ったんですか？誰が作ったんですか？スウェーデンね、うん、もうなんかちょい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 出てくるよね、ちょっとひょこっと出てくるよね、スウェーデンのロイヤーね、ね、なんかもう寒い国にオーロラ見えるとか、あ、白夜とか、あ、そんなイメージですよね、うんうん、フィヨルドとか北欧家具とかそんなイメージです、ノルウェーの森とか、うん、そんなイメージですが、実はこの通信に強いっていうことは、うんうん、その表裏一体なんでね、もうまた情報ですから、はい、うん、何強いんですか？何強いんですか？アルメニアとアゼルバイジャン3度目の停戦。はい、おう、3度目なんですよ、停戦が。停戦がってことは2回ぐらい破ったってことですね。もう破ってるんです。あの1週間アルメニアとアゼルバイジャンのことをお伝えするのをちょっと休んだんですけれども、うん、その間に2回停戦してます。おうおうおう、うん、とね、確か10月中旬です、まずは、うん、でその停戦はですね、5分ぐらいで破られてます。5分で、はい、ロシアが仲介に入ってるんですよ、うんうん、で次ね、中旬やったんですけど18日にも停戦しました、うん、はい、うん、それも10分ぐらいで破られてますね。でお互いが、あいつがアゼルバイジャンがミサイル撃ってきたからや、あ、はい、いやアルメニアが言ってます、うんうん、言うてます2回とも言うのね、うん、でいろいろバーッと言ってきますけれども、ま、ロシアとかトルコとかはここで対立してたりね、うん、あのエルドアン大統領、トルコですけれども、ロシアと同じぐらいナゴルノカラバフ紛争の解決に取り組む権利を持っているとか言い出したり、うん、っていう感じですね。でもう結構ネット探すとですね、もうすごい悲惨な感じの、うん、映像が出てきます。ここではもう紹介しませんけれども、はい、とですね、ドローン、自爆ドローンとか無人機の戦争になってるんで、うん、まあ、アルメニア軍軍備ないですよね、そこにトルコとかから買ったその自爆のドローンがいきなりパーンって行くっていう、うん、それをまた取ってるドローンもいるわけですけどね、うん、でそういう無人機の戦いになってるんですよ。無人機がアルメニア軍人いっぱいいるところにパーンって突っ込んでいくっていうような感じの映像がね、たくさん撮られて、でネット上を騒がしてます。もうこれが未来の戦闘かみたいな風にね。で、まあ、こんな無人機が飛んでいくらしいです。へー、うん、ただ、うん、そうやって、たださ、こういうち、うん、まずはちっちゃいところ始めて、あとどの大きい国やっていくから、これは今後の大きい戦争の布石じゃないですか、うん、ありえますね、うん、
ただですね、アルメニア対アゼルバイジャンだからそうなってるんだというふうにも言われてます。ほう、この無人機に対してロシアが持ってきたのはこれですよ。え、反応薄いね。これですよ。でも全然分かんない。怖くなんで何かなアルメニア駐屯のロシア軍の、うん、さっきの飛行機がね、うん、バイラクタル TB2 っていうみたいなんですけれども名前がね。で、ロシア軍がですねこのクラッサ4っていうのを作動させて、うん、48時間2日間で9機のこのバイラクタル TB2 をですね無効化したというふうに言われてます。でこれ何かっていうと、うん、障害の電磁波とかを飛ばすやつです。へえ、うん、電子妨害とか GPS の信号の受信を阻害したりとか、うんうん、アメリカ軍が使用した兵器に関しては、うん、GPS の信号受信を妨害することに成功したというふうに言われてますね、うん、で今回これでトルコの無人機を撃ち落としたっていうか落としたってことですね、うんうんうん、無効化したってことですね、うん、らしいですよ。でも分かんないんですけどね、うん、もうみんなどっちもが情報合戦なんで、あ、はい、まあ、こんな風に勝ったよ、こんな風に戦果上げたよっていうようなことばっかり言ってるんでね、うんうん、どっちが本物なこと言ってるか分かんないんですけど一応そういう風に発表してますロシアの方が、うん、じゃあ間接敵とはいえロシア対トルコ戦ってるような感じなんですね。そうです、うんうん、戦ってますよ。おう、うん、で今回3回目なんですけれども、うん、今度こそ停戦合意に結びつけれるかと思われたんですけれども、はい、一応何時間か持ったんかな今回は。いやいやいや、まあ、成長はしてるけど5分から10分か何時間ちょっと伸びてる。そうそうそう、ちょっと伸びてるんですよね伸びてるんですけども、うん、ダメだった。あ、ダメだったね。砲撃が開始されたと、うん、しかもお互いのせいだって言ってると あっちが撃ってきたからこっちも撃つしかないやろみたいなことをお互い言ってるっていうことを、ね、アゼルバイジャンからアルメニアが撃ってきたし、うん、アルメニアからアゼルバイジャンが言ってやってきたから、うん、言ってます。だからダメだこりゃっていうねそういう感じになってるっていうことですね。うん、いやもうちょっともう歴史的な対立というか憎しみが強すぎるんでしょうね、うん、はい、止まんもうそうそう外から何言うでも止まれへんっていう風になってるんですよおそらく。でアルメニアなんかは後ろにロシアがいるって言ってもですね、前も言ったように軍備ではかなり負けてるはずなんですけれども、うんうん、もう果敢にもずっと戦ってはるというような状態ですね。だからこっから前も言ってたようにこのイスラエルとかに繋がっていかないかどうか、うん、もうちょっと繋がっていってると思いますけれども、はい、繋がっていかないかどうかが気がかりだということですね。第三次世界大戦がすでに始まっていってるのかもしれないというところで今回も取り上げさせていただきました。またこれが動いたらですね、ナゴルノカラバフ紛争がに動きがありましたらお伝えしようと思います。こんなにお互いを憎しみ合わせたのは誰なんですか？まあじゃあ、うん、アルメニアとアゼルバイジャンの歴史コーナーやるか。なんかあ、今僕あのロスチャイルドの歴史書いてるんで、うん、大体分かってくると思いますよそいつが犯人やな。違います大変ですね。なんで飛び地とかに住んでんなっていう話ですよね。もう領土さ、うん、そんなようやるんですよ。世界各国ありますもんね、うん、そういうとこは、うんうん、作るんですよわざと それはその戦争するたびにお金貸して儲けれるし、武器売って儲けれるし、うん、あと立て直すときも儲けれるし、うん、全部儲かる。そう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 、うん、でね、そうやって飛び地とかにして仲悪くさしとけば、うん、ずっとそこでやり合ってくれるから、ずっと儲かる。こっちに来へん、うん、もしそれをせんかったらあいつらが悪かったよなってなるよね。そうそうそうね、うん、みんなこう平和やからちょっと考える時間ができて、うん、そうそう、歴史検証するけど、もう目の前に対立があったらね、そんなこと言ってられないからね、うん、ね、だから隣の隣人と戦ってしまうと、うん、ほとんど種族一緒やのに、うん、DNA 一緒やのに戦ってしまうというようなことが起こるわけですよ。はい、悲しいお話ですよねそういうふうにデザインされているということですよこの現在は。ではですね、これからもね、神の手はこのように日本のメディアあまり扱わないようなお話、ニュースなどもどんどんご紹介していきたいと思います。はい、また何かね、緊急なことがあれば、すぐに神を公式メールでも緊急走行出したいと思いますので、まあ、登録されていない方はぜひ登録お願いいたします。お願いします。はい、神の手ではこういうね、
あまりメディアでは放送しないけど表のニュースもやってきますからね。チャンネル登録お願いします。この動画が良かったと思われた方はぜひいいねもお願いしま す。動画概要欄にこの動画に関する詳しい説明も書いておきますので、復習の意味も込めてぜひ一度見てみてください。それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。今回ちょっと面白いニュースが世界情勢調べたら出てきたんで、おちょっとお伝えさせていただきますよ、うん、こちらですね。ブラジルで驚きの脱獄が発生しました。セクシープリズンブレイクインブラジルって感じです。セクシープリズンブレイクですよ、うん、はい、これね、うん、何があったかと言いますと、ある日この看守が飲んでると、うん、セクシーな警察服に身を包んだミニスカポリスが現れました。言うたら、はいはいはい、うん、ポリスって書いてますね、これね、うんうん、ポリスやって書いてるんですけども、で一緒にお酒飲もうっていうふうに言われて、飲んだら次の朝になってました。楽しくお酒を飲んだら薬が入る、そうそう、手錠をつけられて囚人が逃げてた、囚人が20、30人ぐらい逃げたって、うん、それでだからね、アホやなと思ってこんなことあるんやと思ってね、うん、これ飲んだんですって、もう世界中に報道されてますよ。ほら、もういやー恥ずかしい。もう地元ではもうこの話で持ちきりやと思ったんですよ。自分のお父さんやったらもう一生恨むな。いやー、これおもろいね、これありえへんよね、日本とかやったらね。まあ普通にまずセクシーな人入ってきた時点でおかしいね。普通に考えてね。なんで騙されたのね。飲んでたって言ってたから、もう酔っ払ってた横に来たから、もうすでに飲んでたんか。それにでも、飲みながら監視やってたってことか。海外ってありえるでしょ。ああ、そっかそっか、楽しく監視やってたらなんか、え、何あれハロウィンみたいな。そんな感じかな。そんなおっちゃんたちがやな。うん、こいこいこいみたいな。逮捕しちゃうぞって言って、はーいって言って。やってるの。やってるな、これは。これはやってますね。で、こんな遊びで、もう。やるか。そんな遊び知らんもん。あねえ、そんな話があるんだよということで、日本のお父さん方気をつけましょうね。気をつけましょうね、本当に監視の皆さんも気をつけましょう、ね。逮捕しちゃうぞ。逮捕しちゃうぞ。やってるなこれ。やってますね。やるか。